が続かない、忙しくてあれこれ作る時間がないなんてことないですか？そこでこの動画では、業務スーパーで手軽に購入できて飲むだけでダイエット効果が期待できる飲み物を3つ紹介します。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。この3つの飲み物は手軽に摂取できて続けやすいのが特徴です。また無添加なので安心です。飲むだけなら簡単だし、これならできそうって思いませんか？実は食べ物よりも飲み物の方が吸収率が高いので、ダイエット効果も出やすいんです。何をやっても全然痩せないという方は、今回の動画で紹介する飲み物でダイエット効果を高めていきましょう。人生最後のダイエットにしたい方は最後までご覧くださいね。本題に入る前に、今後もこのような情報を見逃さないためにチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速、業務スーパーで手軽に購入できる痩せる飲み物を3つ解説していきますね。1つ目、青汁きなこ。突然ですが質問です。痩せてもリバウンドするダイエットをしたいとは思いませんよね。なのでダイエットに必須の栄養素をしっかり摂取する必要があります。何かご存知ですか？3秒間考えてみてくださいね。それはタンパク質と食物繊維、この2つを効率よく取り入れるとダイエットを卒業することができます。ここで青汁きなこの出番です。原材料が国産大豆と大麦若葉のみで、タンパク質と食物繊維が豊富です。なので簡単に栄養バランスを整えやすくって、ダイエット効果も高いんです。よくテレビやラジオでも青汁ダイエットの成功事例って、特に健康的に体重が落ちましたのような話が多いですよね。これは青汁が低カロリーで栄養が豊富なので、無理なくカロリー制限も栄養も吸収できるからです。また青汁を飲むことで便秘が解消されて腸内環境が改善されて痩せましたという方も多いですよね。腸内環境が整うと代謝が活発になります。結果として体重減少につながるわけです。さらに青汁を摂取することで肌の調子が良くなったっていう声も多く聞かれますよね。これは青汁に含まれるビタミンやミネラルなど、内側からの栄養補給が外見にも良い影響を与えるからです。私たち女性にとってこれは嬉しい効果ですよね。では青汁きなこのダイエット効果が分かったところで、ここからは青汁きなこのダイエット効果を爆上げする簡単レシピをご紹介します。それは腸活プロテイン飲料です。材料です。1、無調整豆乳1カップ2、青汁きなこ大さじ1以上、2つをよく混ぜたら完成です。もし市販のプロテイン飲料を飲んでいる方は、このコスパ最高の腸活プロテイン飲料に今すぐ置き換えてください。なぜかというと、市販のプロテイン飲料は残念ながら添加物や人工甘味料がたっぷりなので逆に太るからです。では次に、業務スーパーで手軽に購入できる痩せる飲み物2つ目、抹茶。ダイエット効果のある成分がたっぷり含まれています。抹茶といえばどんな成分が思い浮かびますか？3秒間考えてみてくださいね。いかがですか？抹茶といえばカフェインとカテキンがよく知られていますよね。例えば抹茶のカフェインを摂取すると脂肪分解作用が促進されます。加えて抹茶ポリフェノールの中に含まれるカテキンが脂肪分解効果をより長く持続する効果があるんです。要はカフェインとカテキンによって脂肪分解効果を高めて、しかも持続するという相乗効果が生まれるので、ダイエット効果がアップするというわけです。また普段からよくお酒を飲む人にも抹茶は超おすすめです。例えばこれから暑い季節、お風呂上がりに冷たいビールでもピシュッと開けてね、グビグビって飲んだ時の喉越しが最高に幸せなんてことないですか？飲みたい時もありますよね。その気持ちよくわかります。ただアルコールは肝臓に負担をかけるので代謝が落ちて太ってしまいます。そこで抹茶の出番です。抹茶に含まれるポリフェノールは肝臓が毒素を排出する効果を高める作用があります。肝臓の毒素が排出されやすくなると、より脂肪が燃焼されるので、普段からよくお酒を飲む人は抹茶を飲む機会を増やすことで痩せやすい体作りができます。また日頃ストレスマックスでついつい甘いものに手が出てしまう、こうなるとやめられない、止まらないで自己嫌悪の繰り返しなんてことないですか？こんなストレス食いで悩んでいる方にも抹茶がおすすめです。なぜかというと、抹茶に多く含まれるテアニンの働きで精神の安定化に役立つセロトニンが分泌されます。すると自然と食欲を抑えてくれるんです。また睡眠の質の向上などリラックス効果があるので、ダイエット
ト効果がアップします。なるほど、抹茶のダイエット効果は分かったけど、もう抹茶を立てて飲むのは面倒だなって思いませんか？そこで抹茶のダイエット効果を高める簡単なレシピをご紹介します。それは普段飲んでる緑茶に抹茶をちょい足しして飲むだけの抹茶入り緑茶です。すると緑茶と抹茶のダブル効果でダイエット効果も倍増します。特に便秘で悩んでいる方はコントレックスで作ると便秘薬に含まれるマグネシウムが天然で摂取できるのでおすすめです。また焼酎などに抹茶をちょい足しして飲む抹茶焼酎もおすすめです。最後に業務スーパーで手軽に購入できる痩せる飲み物3つ目、甘酒。飲む点滴と言われるほど栄養満点な甘酒を飲むことで痩せ体質になれます。例えば毎食栄養バランスを考えて食事の準備をするのが大変、ついついコンビニやスーパーのお弁当やお惣菜に頼ってしまうなんてことないですか？そんな食事が続くと栄養不足で痩せません。なぜかというと代謝が落ちたり痩せるホルモンをしっかり作ることができないのでますます太ります。そこでこの甘酒の出番です。甘酒の麹菌には多くの酵素が含まれているんですね。例えばデンプンを糖分に分解するアミラーゼや脂質を分解するリパーゼがあります。さらに糖質をエネルギーに変えるビタミン B1、 脂質をエネルギーに変えるビタミン B2、加えてアミノ酸が豊富に含まれています。などなど、こんな難しい話は覚えなくて大丈夫です。要は甘酒を飲むと酵素が代謝をガンガン上げてくれますよってことです。これはダイエッターにとって嬉しいポイントですよね。最近コレステロール値が気になるなんてことないですか？実は甘酒には悪玉コレステロールを抑えて善玉コレステロールを増やす働きがあります。なぜかというと甘酒にはレジスタントプロテインという体内で消化されにくい難消化性のタンパク質が含まれていて、これには脂質を排出する働きがあるので結果コレステロール値を抑える効果があるんです。また便秘体質で便秘薬が手放せない、いつもお腹が張って下腹ポッコリなんてことないですか？そんな方にも甘酒は腸内環境を整えてくれるのでおすすめです。なぜかというと甘酒の酵素によってオリゴ糖が作られます。腸で善玉菌を増やすオリゴ糖と水溶性食物繊維に似たレジスタントプロテインの作用で腸内環境がしっかり整うのでお通じが良くなります。そこでこの甘酒を使った痩せるレシピをご紹介しますね。それは甘酒に体を温める効果のある生姜やシナモンパウダーを適量入れて、お好みでホットの無調整豆乳で割って飲むだけの簡単レシピです。すると体が芯から温まってますます代謝がアップします。忙しい朝や時間がないお昼にコップ1杯 200ml を目安に飲んでみてくださいね。ここまで大丈夫ですか？今回紹介した飲むだけでダイエット効果が期待できる商品はどれも業務スーパーで手軽に購入できます。お近くの業務スーパーでぜひチェックしてみてください。業務スーパーで手軽に購入できる痩せる飲み物を3つお伝えしました。このダイエット効果を最大限活かすために腸を整えてくれる食材を一緒に食べるようにしましょうね。すると腸内環境がしっかり整ってスルスル痩せていきます。今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプがわかるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。業務スーパーで手軽に購入できる痩せる飲み物3つは1青汁きなこ、2抹茶、3甘酒でした。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねやコメントをお願いします。また質問には私がお返事しますね。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。
それでは次回の動画でお会いしましょう。